おい、アスナ。あ、キリト君、ちょうどよかった。少し付き合ってくれないかな。ああ、いいけど。久しぶりに君に手料理を作ってあげようと思って、これから買い物に行くところなの。本当か？アスナの手料理が食べられるなら買い物ぐらいいくらだって。まったくもう、現金なんだか。はあ、ショックだな。肝心のお肉だけ売り切れてるなんて。他の材料は全て買えたみたいだけど。シチューを作ろうと思ってたの。でもお肉がないなら別のものを作る。確かに肉抜きは嫌だけど、アスナのシチューを逃したくないな。あ、そうだ、売ってないなら取りに行けばいいんだよ。取りにってどう？自分たちで食材なる獣を狩るんだよ。ユーシオと旅をしてた時は。狩りか。早くこの世界の戦いにも慣れたいし、ちょうどいいかも。そうと決まれば早速出かけようぜ。オートから出れば獣の一匹や二匹いるだろう。とはいえ、狩人の天職の妨げにならないような獲物一匹。うん、行こっか。それじゃあまずは肉じゃなかった。あ、待って、キリト君。どうした？実際に獣を狩る前に。あ、アスナと。うん、私はまだこの世界に不慣れだから。アスナとの立ち合いか。久しぶりに戦って。わかった、相手になるよ。ありがとう。それじゃあおね。さ、行くよ。俺の方こそ危なかったよ。その剣速と正確さ、先行はこの世界でも。そんなキリト君こそ、剣の重さや反応速度といい、やっぱりキリト君は最強の剣士だよ。ああ、なんかどうしたの急に。改めて感じたんだ、長い間アスナと離れていたんだなって。アスナに会えなくて私も寂しかったよ。キリト君がどこか遠くに行っちゃう気がして。ごめん、アスナ。ずっと一人にして。俺。え？誰かいるの？なんだ、キツネか。びっくりした。アスナ。何？顔、赤いけど。え？これは違うの！キリト君が照れてるから。それは、ほら、誰かに見られたら。行こうか。ほら、遅くなってもあれだし。そうね、行きましょう。お待たせ、シチュー出来上がったよ。おお、いい匂いだ。うん、どうぞ。おかわりもあるからたくさん食べてね。あ、うまい。よかった。アンダーワールドの料理を作る SAOやALOのシステムとは全然違う。大丈夫だよ、すごくうまいから。剣だけじゃなくて料理のセンスも変わらないな。褒めたってこれ以上は何も出ないわよ、食いしん坊さん。そういうつもりじゃなかったんだけどな。しかしアスナとこうして二人でシチューを食べると、やっぱりあれを思い出すよ。あれってラグーラビットで作った？そうそう、あのシチューはうまかったよな。この世界の食。私は無理して再現するくらいなら思い出の中にしまっておく方がいい。もう二度と味わえない料理なんて素敵じゃない。なあ、まあそうだな。あ、それじゃあ
74層。もうキリト君は食べ物のことばっかりなんだから。あ、あります、忘れるわけないじゃないか。いろいろあった。本当かな、キリト君のことだから怪しい。本当だって信じてくれよ。ごめんごめん、冗談。ねえ、もっと話さない？なんだか懐かしくなってきちゃった。そうだな、俺も同じ気分だよ。せっかく二人きりなんだし、たっぷり話そうぜ。初めて会ったのはアインクラッドの第一層だ。あんまりその頃のことは思い出したくないな。兄のナーブギアで入った初めての仮想世界が、その割にゲーム初心者とは思えない剣さばきだったけど、あの頃はとにかく仮想世界という偽りの世界を脱して、まあその考え方はキリト君と出会ったことで変わっていったけど、俺特別何かをしたって気はしないんだけどな。ゲームのいろいろな知識や仮想世界での生活や思い出、ラグーラビットのシチューの味が忘れられないのは、そういう考え方をキリト君。俺だってアスナからたくさんのことを教わったさ。何よりアスナ自身が俺にとってかけがえの。そんな真正面から宣言しなくても。ごめん、あくまでも俺は事実を言ったまでで。いいの、私にとっても事実だし、だから私はアインクラッドでキリト君と結婚し、そうだよな、俺はアスナがいたから75層でヒースクリフ。残念ながら決着はつかなかったけどさ。確かに時間はかかっちゃったけど、私たちは100層までと。そしてキリト君は今度こそ。アスナやみんなのおかげだ。それがなかったら俺だから、これからも力を貸してほしいんだ。もちろん、キリト君のそばにはいつも私がいる。 SAO 以外にも思い出はたくさんあるよな。次に行った世界は ALO だね。デスゲームのような命のやり取りこそなかったけど、あの世界で出会った人たちとの思い出は、うん、セブンやレイン、そして勇気。アスナは勇気と特に仲が良かったもんな。病気を抱えていてもすっごく強くて前向きで、そんな彼女の生き方みたいなものに惹かれた。この世界を出たら真っ先に会いに行くつもりだよ。 ALO の次に始めた VRMMO は、うん、あの世界は SAO のデータ。ああ、そのせいで NPC にとってのデスゲームが起こり、結果的に世界が崩壊しかけたけど、プレミアやティア、あの世界の住人たちを無事に。一時はどうなるかと思ったけどね。まったくキリト君はすぐトラブルに巻き込む。まあ GGO での事件は一応依頼を受けて。確かゲーム内で殺されたキャラの持ち主がデスガン事件を調査しようとしたんだよね。なあ、キクオカさんの頼みでね。無事に解決できたとはいえ、キリト君もそれなのに、またこの世界でも危険な戦いに身を。すいません。思い返すと君は無茶。嘘あります。現にこの人界を支配していた最高司祭と戦う。それはほら、自力で現実世界に帰るためで。つまりはアスナ。ずるいよもう。とにかく私が来たからにはもう無茶をさせないからね。このアカウントだってキリト君を守るために選んだんだから。そうだ、それでアスナの選んだアカウント。ハイレベルアカウントって呼ばれてるアカウントの中から、ま、パラディンって言った方がゲームっぽくて、キリト君にはアンダーワールドの天職に当てはめるなら、ジョージ、シノノンやリズたちもハイレベルアカウントから選んでいるはずだ。なるほどな。それでその上位騎士って。うん、基本的なステータスや権限レベル、それに特殊な能力も付与されていて、攻撃面もサポート面。それはちょっと羨ましいな。で、具体的にはどういう能力なんだ。まずは攻撃面だけど、レイピアに高い適性があって、アスナだから使いこなせるっていうのもあるんだろうけど、まさに先行にピッ。そんなことないってば。上位騎士の特殊能力で酵素。それじゃあ四菊の栄翔なしに。そういうこと。ただ省略できるのは生成だけだから、エレメントを使った新生術にはと。だとしても治癒術に必要な酵素の自動生成はすごいよ。つまり私は他の人より回復に長けてるってこと。
自分だから私は思う存分戦えるし、キリト君のサポートもできる。なるほど、それで無茶はさせないってことか。とはいえそのアカウントの能力、まさにバーサクヒーラーって。それはそうだけど、言わないでよ。もう少しでもキリト君の助けになれば。ごめんごめん、アカウントの能力はもちろんだけどさ、アスナ、君は俺の相棒。当然これからも力を貸してほしい。うん、遠慮なく私を頼ってね、キリト君。アスナ、会いに来てくれてありがとう。アスナに会えた時、この世界に来てから初めて。キリト君。けどまだやらなきゃいけないことがある。うん、アンダーワールドのみんなを。そうだから、この世界でまた。もちろんだよキリト君、だって私はそのために。ありがとうアスナ。うん、キリト君、これからもよろしくね。少し時間が空いたけど、どうしようかな。ん？あそこにいるのは。あ、キリト、ちょうどよかった。あんたを探してたのよ。何か用か、リズ。実は火事の練習用素材を集めたくてさ。ああ、ちょうど予定もなかったし、それに機会を見てこの世界のことをいろいろと紹介したいとも思ってたんだ。それにしてもリズはこの世界でもやっぱり鍛冶屋をやるんだな。当たり前でしょ、それが私だもの。この世界の鍛冶を学ぶためにまた一から覚えていかないとだけど。リズといえば鍛冶だもんな。これまでもずっとやってきたんだし。うん、頑張るわ。とはいえまずは素材集めね。キリト、いい場所知ってたりしない？あ、そうだな。全然。キリトの方こそ大丈夫？いきなり付き合わせちゃって悪いわね。いや、構わないさ。むしろもっと頼ってほしいよ。そりゃあ嬉しいでしょうね。愛しの彼女さん。みんなって言っただろ。あ、アスナ。冗談よ。私もキリトにまた会えて、ほんとあんたはいつも無茶ばっかりしてさ。今回だって本当に心配した。リーズ、ごめんな。なんかちょっと感傷的になっちゃったわね。あ、そうだな。で終わりだ。あんたやっぱりこの世界でもめちゃくちゃ強いのね。でもおかげで素材も集まったし、力になれたみたい。それにしてもあんたとその夜空の剣はびっくりするぐらい相性抜群。そうか。ええ、感覚の話になっちゃうんだけど。火事の経験が豊富なリズが言うんだから。どうかな、この世界での人と武器の関係に。武器を大切に扱い信じることが強さにつながる。そう、ただこの世界ではその武器を信じるってことがより。信じる。俺もこの夜空の剣と信頼関係を築いてきたからこそ。なるほど、武器との信頼関係ね。そうかもしれない。その武器を強く信じればきっと新たな力を引き出せる。でもリズはこれまでも愛情を持って武器と接してきたの。だから。そうね、ありがとうキリト。武器と使い手の関係性をもっと見ていけばこの世界でも。でもそれだけじゃダメ。ん？ダメって。私鍛冶屋であると同時に一人の戦士としても。だから自分の武器との信頼関係も築いて。リーズ、気持ちは嬉しいよ。分かってるわよ。
私がピンチになったら、まあキリトに助けてもらうっていうのも悪い。ん？何か言ったか？なんでもないわよ。それでキリトはよ、それは戦いの中でだ。その中で俺と夜空の剣は互いのことを知って理解して信じ合うようになった。少なくとも俺はそう思ってる。そっか、すごく素敵な関係だね。キリトと夜空の剣のこともっと知りたいな。それに私も自分の武器と信頼を築きたいし。キリト、今か。ああ、いいぜ。始めるわよ。分かったわ。リズもこの世界に来たばかりとは思えない動きだったよ。まだまだよ。戦士としても鍛冶屋としても、あんたの剣を長年面倒見てきた鍛冶屋として、夜空の剣に負けない剣を打ちたいっていう思いもあるし、それを可能にするかもしれないとっておきのアカウント。確かにリズに出会ってから俺の剣のほとんどをメンテナンスしてもらっているからな。 SAO でリズベット武具店をあんたが訪れたのが出会いの始まりよね。そうそう、オーダーメイドの剣を作ってもらうためにリズの水火事の素材を集めるために一緒に雪山に登って、竜の巣に落ちて、でもおかげで素材を手に入れられたのよね。ああ、俺もだよ。 ALO だろうが GGO だろうが、どんな世界でも鍛冶屋という立場を貫いてきたんだ。アンダーワールドでも同じようにみんなのサポートをするのは当然。なあ、俺も鍛冶屋としてリズがいるのなら心強いことこの上ない。とっておきのアカウントっていうからには特…ええ、これはハイレベルアカウントの一つで、まあアンダーワールド的に言えば鍛冶屋と変わらないんでしょ。そして肝心の能力だけど、このアカウントでは素材…鍛冶の工程を省く。ええ、素材にできるのは…だとしても鍛冶に深く関わるアカウントなんて…ええ、即決だったわ。とにかくキリト、ああ、ありがとう。素材も集まったし帰るか。助かったわ。あんたはどこ行っても頼りに。アンダーワールドに関して言えば過ごした期間がリズより…うーん、まあそうよね。アスナもゆ…なんだよ。なんでもないわよ。ただ女の子をはべらせる。はべらせなんてね。この世界でもよろしくね、キリ。買い物？もちろんいいよ。よかった。はあ、どのお店もすごいね。やっぱり本物のファンタジーの世界。確かにゲームの世界とは違うよな。けど
リアルワールドで見るのと似た感じのものも売ってるわね。まあ名称が違うだけでほとんどそのも、うん、果物なんて形も味もほとんど。あ、キルト君。ん、なんだ懐かしいな。みんなに見られて懐かしい。え、これ懐かしいでしょ。ん、あ、そうそう、こうしてアスタと一緒によく。うそ、キリト君、まさか覚えてないの。だってこれ私たちが昔一緒に着た服にそっくりじゃない。待ってくれ。え、もうなんで覚えてない。ペオルック、ペオルック、ペオルック。そうよ、76層でペア。ごめんごめん、全然思い出せなかった。もうひどいよ、大切な思い出忘れちゃうなんて。本当にごめんアスナ、断じて悪気はなかったんだ。そうだ、確かペアルックで歩いたな。あの時は周りの人に冷やかされたりして。あれ、けどなんで俺たちペア。キリト君。それじゃあキリトの記憶の回復が完全じゃないかもしれない会議始めるわよ。本当なんですか？お兄ちゃんの記憶まだそうって決まったわけじゃないんだよ。たまたま忘れちゃっただけかもしれないし。けどたまたま恋人との大切な思い出を忘れることなんて。確かにそれはあまりにも軽薄すぎると言えますね。やっぱりそうよね。普段なら寂しいけど単なる物忘れってことでいいんだけど、今回はキリト君の意識を取り戻した方法が特殊なだけに。セルフイメージ、自己意識の回復のこと？うん、私たちが持つキリト君についての記憶や印象だからこそ。つまり私たちが送り込んだ記憶や印象が不十分で。そんな、記憶が完全に戻ってない。まずいな、もはや単なる物忘れかもしれないなどと言えない空気になってきた。第一、俺も確実にそうだとは言い切れない。けど思い出せなかったのはアスナの。それぐらいならやっぱり単なる物忘れじゃない。そうなのかな。だったらいいんだけど。まさかシノンが助け船を出してくれた。あ確かにそうだよな。でも私もずっとここに来てから気に。ティーファさん。何よ、気になることって。なんだかお兄ちゃんが前。え、私もずっとそう思う。キリト君、一人でいろいろできるようになったし、私が知ってるキリト君。いや、それは2年の歳月をかけて俺が成長したから。何より喜ばしいことであって。いえ、かなり心配だわ。ディズ、まあ大切な思い出を忘れたのはキリトらしいとも。確かに元々のキリトではない部分があるというのは。アリスまで何を言うんだよ。キリトは確かにここにいるし、まさか本物のキリトじゃないってことはないと思うよ。ほら、友情もこう言ってるだろ。みんな心配することは何もない。けど君が大切な思い出を忘れているかもしれないのは。やっぱりそうよね、友情。俺の味方はどこにもいないようだ。こうなったら確かめるしかないわね、キリトの記憶がちゃんと戻ってるかどうか。いや、記憶が完全に戻ってるかどうかなんて確かめようがないだろ。あのキリトさんとゆっくりお話をするのは。それは名案だね、シリカちゃん。確かにみんなでいろんな思い出を話せば確認できるよ。しかしそんな時間はないですよ。対策本部は常に魔獣の対応などに追われている。それにカラントを切ることができるキリトには常に。そうね、ゆっくり話してる暇なんてないわ。うん、確かにキリト君は心配だけど確認するわけにはいかない。こういうのは時間をうまく活用して。こ、時間？夜寝る前とかなら問題ないんじゃない？あ、そうですね。さすが物分かりがいい。ほら、夜寝る前とか昼寝をするときにちょっと話をするぐらいなら。だから
そういう隙間時間を活用して人。なるほど、いい考えだけど、なんで寝る前なの？他の時間じゃだ。だって他の時間は魔獣討伐とかで忙しいでしょ。暇な時は寝る前。私はとってもいい考えだと思います。修学。うん、お兄ちゃんと久しぶりに兄弟水入らずで話したいこといっぱい。いやそんな、寝る前に話すなんて無理じゃないか。みんなの睡眠時間を削ってまで話をしてもらうなんて悪いって。ん？もし話疲れたらそのまま天幕で一緒に寝ちゃえばいいじゃ。リズ？一体何を言っているのかな。あら、やましいことなんて何もないわよ。リズさん、まさか最初からキリトさんと一緒に過ごすために。さすがというか、なんというか恐ろしいです。いや本来の趣旨からどんどん外れてるし、第一俺が記憶を失ってるかどうかもわからないだろう。キリトと同じ部屋で寝るのなんて久しぶりで楽しそうだな。そうでしょ、楽しそうよね。ダメだ、純粋な友情がこの輪の中にいることを忘れていた。やはりお前の記憶回復が完全でないということは。やはりってなんだよ。仕方がない、私もお前に協力することにしましょう。ありがたく思いなさい。え、アリスさんはキリト君とそんな長い付き合いじゃないわよね。何より聖豪騎士代表として忙しそうなアリスさんに。ほうほう、あなたは私の接触もあってキリトが目覚めたことをお忘れで。もちろん覚えてるわ。でもそれとこれとは。私も過ごした時間は短くともキリトに関する思い出を持っている。故に協力する義務があります。そうだね。それにキリトの背中を押したのはもう一人のアリスでもあるんだ。ユージオ君まで。そういうわけで私もお前の記憶確認に協力します。いいです。よし、アリスもユージオも協力してくれるみたいだし決まりね。で、え、俺の意思の確認はなしなのかよ。アスナ、なんか意外な方向に話が進んでるけど。確かにキリト君の記憶が戻っているかどうか心配だし、今回だけは許します。なんだかとんでもないことになってしまった気がする。確かにみんなの記憶によって意識を取り戻した俺が本当の俺なのかわずかに不安なことも事実だ。みんなと思い出を語り欠けた記憶を取り戻すことができるなら、その行為に甘えさせてもらうとするか。ねえ。ああ、はい。大丈夫か？ねえ。ふう。ん？ねえ。どうしよう。任せろ。よろしく。ありがとう。また対策本部の協力志願者ですか？それにしても今回は随分集まったみてえだな。そうだ、ついでにお前さんたちも手伝ってくれねえか？魔獣の討伐指導ですか？いや、今回は実力を審査する側に回ってくれ。志願者と立ち合いを行って実力を判断してほしい。
わかりました。この間まで学院で試験を受けていたのに、今度は試験官。実践経験の数ならば修験士の日ではないでしょう。でも緊張するな。とにかくやってみようぜ、ユージは。今の戦いはいい剣さばきだったな。本当かい？二人とも、ここは決闘の場ではありません。魔獣討伐が可能かどうかを判断する。そうだね。まあいいでしょう。次で最後の志願者です。最後は俺が行くよ。お願いします。志願者の名前はメディナ・オルティナノス。メディナ？キリト、どうしてここに？つまり氷教会に協力する代わりに罪を消…ああ、なるほど、突拍子もない話だ。まさか再びこうして出会えることに。ああ、嬉しいよ。私は別に嬉しくはない。ただただ最高司祭様の寛大さに…そうか、それよりメディナの方はどうしていたんだ？以前と変わらない。私の目指すものは欠陥品のオルティナノスキを氷教会が受け入れるか。私だが、汚名返上のためにはこうだからこそ最後まで迷いに迷ったが、対策本部。なるほど。さあ、お互いの事情はあらかた話し、やるべきこと立ち合いだ。私は魔獣討伐の志願者としてここへ来たのだ。ああ、そうだったな。なんだと？メディナとは学院で戦ったこともあるし。いいのか？いいんじゃねえのか？おじさま、キリトがその実力を認めているなら俺は別に構わねえぜ。ああ、大丈夫、メディナ強いよ。ならお前さんは晴れて俺たちの協力者だ。よろしくお願いします。ああ、またよろしくな、メディナ。また魔獣討伐の任務において、わ、勝手にそう思っていたけど、人員の采配は別。もちろんだ。実力を見極めた上で相性を見て何人かを組ませるけど、まあ知り合いって話なら一緒に行かせる方が無難だろうな。では私はまたキリトやユージを。そうなるが不満か？いえ、騎士長閣下の判断に異を唱えるつもりなどございません。よろしくな、キリト、ユージを、そしてみんな。よろしく。よろしくお願いします。よろしくね。ああ、頼りにしてるぜ。メディナとの再会後、オートで俺たちは物資の補給を行いつつ、カラントの情報を待った。そんな中、早速新たな魔獣とカラントに関する報告が入る。俺たちは準備を整え出発することに。ねえキリト、あの話聞いた？なんだ？ほら、ベクタの迷子が多発しているっていう。ベクタの迷子が？理由はわからないけど、いろいろな場所に。そうなのか。ベクタの迷子、過去や記憶を、つまり現実世界から記憶をロックしてログ。未だに連絡が取れない気候家たちが現実世界で何かしているの。キリト？ああ、ごめん、ユージオ。そのベクタの迷子たちについて。うん。けど、とりあえずは情報があった場所で。ああ、キリトにユージオ。メディナ、どうしたんだ？ベルクーリ騎士長から許可は取った。早速だが、私に絡んとなる植物は切れない。だ、わかった。メディナがいる。よろしくね。
どうかしたんですか？いや、ちょっと困ったこと。俺は狩人なんだが、最近同じく狩人が天職のやつ。一つの狩場に？そうなんだ。その人はこの村の人じゃないんですか？ああ、どこから来たのかを聞いても狩り場が被るなんてことはあるのか？聞いたことはないけど、天職はそれぞれの村や町で与えられるから、偶然指定した狩り場が他の村の人と被ることはあるかも。そうか、禁忌目録を犯しているって感じでもないし。ひとまず私たちでその狩人と話してみましょう。私も同意見です。ゆゆしき行為です。その狩人ってのは普段はどこに？おそらく狩り場だろう。もしくは、おっと、あいつだ。ちょうどやってきた。なあ、あんた。なんだ？狩人と狩り場が被っているそうだ。すぐ。おい、め、狩りをやめろって。この村の狩人が狩るべき獲物も貴様が狩ってしまった。だから貴様に天職を与えて狩り。別に俺は誰かに狩人。ではなぜ？それはもしかしてあんた、え、まさかベクタの迷子？こいつが噂の。どこから来たかも覚えてないのか？そうだよ、記憶がねえんだ。リアルワールドのことは何も覚えていないのか？一体何のことだよ、そんな風に寝悪いな。そうか、すまない。リアルワールドからこの世界に入ったのなら、当然記憶をロックされているのなら、情報は何もない。とはいえ、ロックされた記憶のエリアが広。それじゃ俺はもう待ちなさ。なんだよ。まだ話は終わっていない。記憶。うるせえな、俺が何したって言うんだ。メディア。いいか、よく。貴様はただ村人の天職を邪魔したのではない。村人の使命、他人だろうと人の存在意義を奪うような真似は許さない。メディナだ。なんだ？悪かった、俺が間違っていた。俺自身記憶がなくて、何をすべきかわからなくて不安だったんだけど、あんたの言う通り、他人の役割を、大切なことを気づかせてくれてありがとう。あん、そこまで言われるようなことはしていないが、分かってくれたならば、今後は村の狩人とよく話し合い、適切な狩り場で転職。分かった、行くよ。すごいね、メディナ。ええ、強情そうな男でしたが、うまく解き伏せましたね。私にも使命があります。それを邪魔されたと思ったら。とはいえ、これで解決だね。ええ、先へ進みましょう。キリト君。ああ、悪い。さっきのベクタの迷子、やっぱり何か気になるの？ああ、まあな。菊岡さんたちと連絡が取れない状況でログインしてきたんだもん。それに、ベクタの迷子が最近増えているって話があるだろ。まさか、その人たち全員が。あくまで予想だよ。STL の数も限られているだろうし、まあ何にせよロックされた記憶の範囲は広そうだし、彼らから情報を得られない。そうだね。あともう一つ気になったことがある。さっきのメディナのかっこよかったよね。思わず圧倒されちゃった。まあ、とはいえあっさりとメディナの言葉を受け入れ、見ず知らずの人に説教されて改心して。それは言葉のあやでしょ。本当にメディナを崇めて、心の底。どうしたものか。なんだ。少しいいですか。
おう。いや、どうしたものか。はあ、助けてくれ。わかりました。頼んだよ。さてと。ああ。よし。ああ、よかった。この音は何か緊急のようかもしれないな。以上がベルクーリ騎士長からの伝令です。魔獣と指令は受け取りました。それではお願いします。私では早速目標の魔獣を探しましょう。ああ、急ごう。この辺りのはずだけど。討伐命令の出された魔獣とおぼしき存在は見当たりませんね。おー、あの集団は一体何を騒いでいるんでしょうか。行ってみよう。あの、ん？なんだあんたらは。俺たちは
氷協会から派遣されてきたんです。おお、そうなのか。ちょうど俺たちで討伐し終えたと。なるほど。私の武功が。話では魔獣はかなり強力だと聞きました。あなたたち。まあそれなりに自信はあると言いたいところだが。まさかあなたたちも。ああ、俺たちをそう呼ぶ奴らにもあったな。目覚めてからどうすればいいかわからなかったが、なぜだか魔獣を倒さねえとっていうよ。そこで同じ境遇の奴らと集まってこうして戦っているのさ。生まれながらの戦士ってか。とはいえ俺たちにも勝てない相手がいる。あなたたち。ここから少し行った場所にいる魔獣でな。だがあまりの強さに敗走して仕方なく。その魔獣が俺たちの探していたやつだったみたいだな。悪いな。あ、いえ、構わないわけない。そうか、それはお詫びと言っちゃなんだが、例の俺たちが勝てなかった。本当か。だが一つ条件がある。討伐へは俺たちも混ぜてくれ。見たところあんたらも相当強そうだ。どうだ。協力か。話を聞く限り俺たちだけで倒すのも難しい。ここは協力すべきだと。仕方ない。では一時的な共闘だ。おお、そんじゃ。いたぜ、あいつだ。すぐに私の。よし。なんとか倒せたな。みんな、彼らは一体何をしているんだ。おそらくハイタッチって呼ばれる。現実世界の記憶を失っても体に染み付いた行動。お嬢ちゃんも。ああ。また共闘できるといいな。引き続き魔獣討伐を頑張ってくれ。わかった。再び会えることを楽しみにしているぜ。なぜ私をそう呼ぶ。だってあんたは救世主だろ。さーて、引き続き魔獣討伐、それが俺たちの使命だ。メディナ。あ、ああ、どうした。魔獣を倒したこと対策本部に報告。そうだな。待って、二人。ん、オートまでは距離もあるし、一度近く。なんだユージオ。そうじゃなくてさ、今の戦いで薬なんかも使ったし。ユージオの言う通りですね。なあ、それと飯。
その後、ヴィルリアの村へ戻ると、なあ、うん、実はな、それで、それといいな、それは、それと、なるほど、ありがとうね。ああ。